キーのですね、素晴らしいトリックの方は午後からご覧いただく、午後って森は午後ですけどもね、1時頃ご覧いただける予定となっております。さてここからは、スカイツリーの真下の、あの船の方をご覧いただければと思っております。ここからは、公益財団法人日本水泳連盟の日本泳法委員長の山根さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、山根です。よろしくお願いします。寒くないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。今日水温も24度ありましたからね。結構のコンディションだと思います、はい。まずはですね、今回改めて言いますと、この隅田川で、こういったマシン系のものですね、水上バイクとか水上スキーというのは今までも結構披露していただいたんですが、今回はこの水面で泳ぐということになるんですけども、今日はどういったものを見せていただけるんでしょうか？はい、実はですね、こちらの隅田川では、江戸末期から明治の頃ですね、はい、水田というのがありまして、実は大変よく行われていたんですね。それでそこで行われたのは日本泳法ということで、物を運ぶとかあるいは、命を守るというような実用の泳ぎが日本泳法でございますので、はい、それらの技を披露したいと思います。はい、なかなかね、競技会だと、こういったところで、ね、見れるというのは初めてですから。さあ、それではですね、まず最初に見せていただけるのは、はい、それではですね、演技1番目片手傘でございます。日本泳法には、立体とか平体、横体、それぞれの体の位置にですね、泳ぎ方の違いがありますけども、まあ、今回演技が一番最初始まるということで、傘を持って、泳ぎます。物を持って泳ぐということを見ていただきたいと思います。こちらの方の流派はどこになりますでしょうか？はい、これはスイフルウォーター派ということで、この隅田川で生まれ育っております。本当だ。まさに今回の隅田川のですね、体験にふさわしいということですよね。はい、若い、女性陣が今やりますので、はい、若い子もそれから、老若男女ですね、はい、今は全ての年代でできるということで、子供たちが今演技をします。今手に持っているのがあれが開くんでしょうか？はい、これは傘でございまして、まあ、大きいもの小さいものありますけども、今日は少し小ぶりなもので、やってみたいと思います。はい、さあ、今回ですね、4名の方が、披露していただけるということです。さあ、これは結局足で立ってるわけですよね、漕いで。もちろん足が届きませんので立ち泳ぎの技でやってますね、はい。それで傘をこの後開きます。こういったものは、かわいらしい。いや、ずっと足で漕いでるわけですよ ね。手は使ってませんので足だけで今漕いでますね。少し傘を回して、はい、ご挨拶代わりという感じでしょうか？あ、なるほど。いや、でも隅田川の稲葉の祭典にふさわしいですよね、こういった泳ぎというのは。ちょっとオープニングで皆さんにやらせていただきます。暑いわ、はい。さあ、続いての、皆様方もまたスタンバイに入るんでしょうか？はい、続いてですね、今度は、これも立ち泳ぎの技でございますけども、揃い御前泳ぎということで、氷流陶水術という、流派の技を見ていたします。はい、陶水術というのは水を踏むと書きまして、立ち泳ぎの大変得意な流派ですね。物を持ったり飛び上がったり、いろいろやりますが、今日はまず最初に揃い御前泳ぎということで、殿様の前で、技の素晴らしさを披露するという、まあ、そういう意味合いの泳ぎでございます。さあ、それでは、準備をお願いしたいと思います。ここは何名が登場してまいりますか？はい、女性2人でやりますよ。女性2人なんですね。どちらもですね、はい、日本泳法の大会で、優秀な成績を収めてます、立派な泳者です。さあ、そしてまずは、皆様方中央の方に、来ていただいております。はい、
やはりそういった練習というのはプールでされるんですね、通常は。そうですね、通常はプールですね。ですから今日は川で自然水で泳ぐというのは、まあ、日本泳法本来ですので、大変楽しみに我々もしておりました。はい、流れに今度今ちょっと逆らって上流の方に向かっていっていただいておりますが、さあここからですね、立ち泳ぎです。立ち泳ぎで手は使ってませんね、はい、右手で浮きを取りながら左手をうまくいっております。手の高さも本当に2人合わさってるといった、そんな感じがいたしますけども、はい、揃えて演技しております。やはりこういったところで競技がポイント得点がついてくるわけですよね。そうですね、腕の抜き方とか あまり抜いた後ですね、ストンと落ちないようにしっかりと力があるぞというところを見せております。はい、まあ非常に足の大変さを感じさせない、はい、体がぶれないということが素晴らしいですよね。そうですね、4キロ5キロのダンベルを持って練習しますね。あ、はい、そういうことなんですね。さあ続いて3つ目なんですが、はい、次はですね、片手抜きの眼光というのを行います、はい、神殿流の技ですね。神殿流の技なんですね、はい、これは全国各地に広く伝わってまして、はい、岡山、広島、それから東京でも、あと熊本、長崎、あちらこちらでですね、呼ばれております。で、今日は片手抜き眼光というで少し人数多くですね、はい、演技をしたいと思いますけども、華やかですね。はい、眼光というのは、その眼狩りがですね、飛んでいくのかのようにですね、隊列を組んでおりますので、揃っている美しさを見ていただければと思います。こんなこと言ったら不謹慎なんですけども、今の状態、カルガモのようです。カルガモですね。はい、立派な大人になってですね、狩りになって飛ぶと思いますよ。はい、さあ、そして今、これ何名ですかね。9名で、はい、はい、用意いたします。さあ、そして綺麗なの、先頭に1人、はいはい、そうですね、はい、男女混合のチームでございます、はい、なんかこれよく見たことあります、はい、手が綺麗です、はい、順番に揃えていってます。続けていくんですね。全員揃いました、はい、これ団体競技ですか。これはやっぱり綺麗ですね。うわー綺麗ですね、はい、いや、 やっぱり先ほどもちらっとお話がありましたけども、まあ、江戸時代ですか。そうですね、そのあたりからやはりこういったものが出てるんだなというそんな感じもいたしますけども、はい、これは兵隊でございますので、前を向いてしっかり目標に向かって泳げますね。あ、綺麗、はい、これはやっぱ関東があるんですかね。先頭にみんな合わせてますよ。あ、先頭に合わせる、はい、なるほどね、はい、大体まあ江戸時代初期と言われてますから、約400年くらいの歴史を持つ、 そうですね、その頃からやられてたということですね、はい、受け継がれております。